色上質でとっても簡単に作れる立体感のあるコスモスです。まず A4 色上質紙を横向きに置き半分に折ります。この折り目のところで細長く2つに切ります。それをさらに半分に細長く折ります。開いている方の端から5ミリほどのところをホッチキスで留めます。ホッチキスで留めた方を上にして上から1センチほどのところに線を引きます。この線のところをギザ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 っと書いていきます。折り目の部分にマーカーで色をつけたら、先ほどギザギザに描いたところをハサミで切っていきます。線の通りに切る必要はありませんが、できるだけ細かくギザギザに切りましょう。これを端から同じ幅で切っていきます。幅は指1本ぐらいです。端が少し丸くなるように切り取ります。開いたら最初にマーカーでつけた印が上になるように置きましょう。4枚が1セットです。印をつけたところに糊をつけ、十字になるように貼ります。もう一つも同じようにします。真ん中に糊をつけたら、もう一枚はペケ印になるように置き、重ねて貼ります。これで花の形ができました。裏返して印がない方に黄色い丸シールを貼ります。直径は15ミリのものを使っています。手のひらに乗せて軽く丸みをつけ、立体的な感じを出しましょう。これで出来上がりでもいいのですが、刃にハサミの先や粘土ベラなどで筋をつけると、よりコスモスらしくなります。葉っぱを描きましょう。まず真ん中に茎を描き、両側に広がるようにさらに細い茎を描いていきます。葉っぱは同じところから2枚ずつ出るように描いていきます。ここに花を組み合わせるとコスモスの出来上がりです。画面いっぱいにもっとたくさん茎や葉っぱを描いていきましょう。そこに花をバランスよく置いていきます。位置が決まったら、裏に糊をつけて貼っていきましょう。これでコスモス畑の出来上がりです。